みんなこんにちは、アテナくんだよ。昔の武士たちは戦場でどんなご飯を食べていたんだろうね。まずはお米を蒸して乾燥させた干し芋、そのままポリポリとお菓子みたいに食べることもできたし、もう一回煮てあったかいご飯に戻して食べることもできたよ。あと兵糧丸、これは米やそば粉、豆や魚の粉をよく混ぜてお団子にしたもの。こちらは味噌玉といって、焼いた味噌をお団子みたいにしたもの。わかめや大豆、野草、雑穀なんかを入れたりもしたよ。お湯で溶けば味噌汁にもなって便利だね。こちらは里芋の茎を味噌で煮詰めたもので、随気というんだ。里芋の茎を味噌で煮て乾燥させて縄にしたんだ。普段はベルトみたいに腰に巻いていたんだけど、さあ食事って時はこれを使ったんだ。そのままかじって食べることもできるし、ちぎって鍋に入れれば簡単に味噌汁にもなっちゃう。考えたものだね。あと梅干しやお餅、干物なんかも合戦中に食べていたよ。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。